この時間はゲストをお迎えしています。本日東証グロース市場に新規上場いたしましたビズメイツ株式会社証券コード9345代表取締役社長の鈴木信明さんです。鈴木社長今日はどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。新規上場おめでとうございます。 ありがとうございます。株価もすでに寄りついておりまして公開価格3250円に対しまして 63% ほど高い5310円で前場段階で追いついてその後も堅調な推移となっております。それではビズメイツ株式会社いろいろ事業内容などなどを含めて伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。まず最初に事業内容ですね。御社はどのような会社なのかといったあたりからご紹介いただけますでしょうか。はい、当社ですけれども2012年に創業しまして2つの事業を展開している会社になります。1つが語学をベースとしたランゲージソリューション事業ということで日本人のビジネスパーソンの方向けにオンラインビジネス英会話を展開しております。はい、あと外国人向けにオンラインビジネス日本語会話も展開しておりまして、まあ、これら2つを展開しているのがランゲージソリューション事業部です。でタレントソリューション事業部につきましては、はい、外国人の IT エンジニアの人材紹介、まあ、転職エージェントの G タレントと、まあ、グローバル人材日本人も含めたですねグローバル IT 人材の採用マッチングサイトの GitTap、これら、総合して4つのですねプロダクトを展開している会社になっております。なるほど。で当社のミッションなんですけれども、はい、もっと多くのビジネスパーソンが世界で活躍するためにということで、まあ、通常英会話スクールですと英語力を高めると、まあ、そういったことが目的になってはいるんですが、うん、まあ、当社はビジネスパーソンが世界で活躍すると、まあ、そのためのソリューションを、まあ、作っていくというところ、まあ、ところを存在意義としておりまして、なるほど。はい、ビジョンとしましてはグローバルタレントということでグローバルに活躍したい人そして企業の成長支援を担う、まあ、それをテクノロジーで解決していこうと、まあ、そんな会社になっております。そしてですね日本人のお客様外国人のお客様それぞれいるんですけれども、はい、まあ、日本人のお客様にはオンラインビジネス英会話、うん、外国人のお客様についてはオンラインビジネス日本語会話とあとそういった方が実際に日本で活躍するための、うん、人材のサービスということで G タレントと GitTap を展開していると。はいはい、で企業の、お客様につきましては、うん、よりそのグローバルにしていこうと、まあ、そういった企業のお客様の、まあ、採用支援から育成まで、まあ、それをトータルソリューションとして、まあ、提供することで、まあ、こちらが当社のパーパスになるんですけれども人と企業が成長し合う多様性なり豊かな社会、うん、こちらを実現していきたいというふうに考えております。なるほど。はい、はい、でこちらが事業モデルなんですが、はい、オンラインビジネス英会話につきましては、主にフィリピンに在住の英会話トレーナーと業務委託契約を交わしております。うん、オンラインビジネス日本語会話については日本在住の日本人トレーナー、まあ、そうした方と業務委託契約を交わして、まあ、レッスンに応じたですね、業務委託料をお支払いすると。受講生につきましては日本人のお客様外国人のお客様それぞれいますけれども、うん、まあ、個人向けには主にウェブマーケティングを中心としてお客様を増やしておりまして、まあ、個人のお客様については営業担当が、まあ、受講生を増やして、まあ、双方マッチングする形で、はい、まあ、レッスンを提供するといった事業モデルになっています。で続いて、タレントソリューション事業ですけれども、はい、G タレントという人材紹介につきましては、外国人の IT エンジニアの求職者の方を日本のクライアント企業様にご紹介させていただいて、うん、まあ、採用が決まったらその採用された方の年収に応じた成果報酬を、いただくと。うん、で GitTap につきましてはそのサイト上で直接ダイレクトリクルーティング直接応募やスカウトが可能となっておりまして、はい、まあ、日本人も含むグローバル IT 人材の方が直接クライアント企業に応募する、またクライアント企業様からスカウトを打っていただくことで、まあ、採用が決まった際はその採用された方の年収に応じた成果報酬ですね、まあ、約年収の 15% の成果報酬をいただくといったビジネスモデルになっております。基本は成果報酬型のビジネスですね。はい、で、あとは足元業績動向あるいは今後の見通しなどはいかがでしょうか。はい、じゃあ、続いていきまして、まあ、当社は2012年創業してからですね2017年まではオンラインビジネス英会話の、まあ、単一事業でやっていたんですけれども、はい、まあ、18年から、事業サービスを多角化するとともに、まあ、業績も、まあ、順調に、伸びているといった状況でございます。で次いきまして、過去5年間の CAGR で見ますと、はい、売上については、24.9%、
営業利益につきましては、まあ、2019年には IPO 準備とかですね、新規事業の投資というところで、まあ、一時的に減益になりましたけれども、まあ、5年間の推移で見ると、34.4% の CAGR ということで、まあ、順調に業績も伸びているという状況になっております。なるほど。それでは御社の強みあるいは特徴ですね、社長ご自身の目からご覧になってどういうところにあるかというのをご紹介いただけますか。はい、ありがとうございます。当社ですね、メインがオンラインビジネス英会話になっておりまして、はい、その特徴なんですけれども、オンライン通学、日常会話ビジネス会話というセグメントを見たときに、はいはい、もう完全にビジネスとオンラインというところに特化した領域という独自の、ポジショニングになっております。なのでもう先生は、ビジネス経験者しか採用していませんし、うん、まあ、そういったビジネスに特化した教材をオリジナルで開発した、サービスということで、ビジネスパーソンの方から支持をされております。で、まあ、通常ですね、英会話スクールというのはこう英語を発音ですね、ネイティブの方に近づけるとかですね、はいはい、まあ、文法をこう正しく話すとか、まあ、そういったレッスンを行うんですけれども、うん、まあ、当社ミッションにあります通り、はい、まあ、世界で活躍するということを目的とした、うん、ソリューションということで、まあ、そういった素養、まあ、英語力だけではないパーソナリティ、ダイバーシティ、リーダーシップ、コミュニケーション、うん、まあ、こういった、5つをですね、総合的に高めるといった、教材を開発して、まあ、受講生の方からすると、まあ、英会話を学んでいるというよりは、うん、英語でビジネスを学んでいると、る、まあ、そういった、ことでですね、まあ、質の高さをご実感いただけると、言った形で、そこで差別化しているわけですね。そうですね、はい。で、続いてですね、当社の売上のセグメントなんですけれども、はい、個人向けと法人向けというふうに分かれておりまして、うん、主に個人向けについては、まあ、サブスクリプション型の売上ですので、はい、どんどん売上を積み上げていくといった安定収益を、生み出していると、まあ、そのように営業活動を通じて、まあ、どんどん積み上げていく法人向けの売上があっておりまして、まあ、両方とも当社順調に推移しておりますので、ランゲージソリューション事業の売上は まあ、堅調に、まあ、推移しているといった形になっております。なるほど。で、あとはテクノロジーですね、を使われるということのようですが、はい、これ具体的にはどういったことなんでしょうか。はい、そうですね、まあ、当社オンライン英会話のマーケット250億円の、まあ、その中でポーションを拡大していくというだけではなく、うん、オフラインのマーケットからいかに獲得していくか、はい、まあ、その、マーケットが約1800億円ございますので、うん、まあ、今後初心者層の拡大とか、はい、あと日本人が学習のアドバイスをしてくれるコーチングのサービスとの融合、うん、そして法人向けの、まあ、商品ラインナップを充実させる、そしてテクノロジーをですね、やはり活用して、まあ、進化させていくということで、まあ、その通常ですね、英会話スクールの、レッスンですと、なかなかこうその中でどう教えているのかというのが分からない中で、まあ、そうですね、まあ、当社オンラインですので音声データがありますので、うん、はい、まあ、それを AI 等で解析して、まあ、そのサービスの改善につなげていったり、上達の可視化を、していくと、まあ、そういった形で伸ばしていきたいというふうに考えております。なるほど。で、もう一つ事業の柱であります、あとは人材事業、まあ、タレントソリューション事業、人材事業ですか、はい、こちらはどういったビジネスプランをお持ちなんでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、まず市場環境なんですけれども、2030年に国内の IT 人材78万人不足するというふうに言われております。はい、で、このギャップをですね、解消するためには、うん、その IT 人材を育成していくか、まあ、海外の優秀な方に日本に来て働いてもらうか、まあ、この2つのソリューションしかないという中で、当社は後者のソリューションを提供しているといった形になります。で、次いきまして、そのためのですね、まあ、手段なんですけれども、うん、まあ、今現在ですね、この外国人の IT エンジニア、日本在住者に、まあ、フォーカスして、まあ、業績を伸ばしていると。で、これ国策でですね、高等人材をどんどん受け入れるといった流れであったり、はい、ありますね。まあ、コロナの緩和でですね、こうどんどん外国人の方が日本に入ってこれるようになっておりますので、はい、まあ、ここだけやっていても、まあ、順調に伸びていくというふうには見ているんですけれども、うん、より拡大していくためにということで、まあ、海外在住者へ広げていく、また日本人のバイリンガル人材を含む、まあ、グローバルに活躍したい人材に広げていく、はい、また、IT エンジニア以外のですね、まあ、DX 領域、まあ、ウェブデザイナーとか IT コンサルタントとかですね、まあ、そういった、方面にですね、広げていくことで、グローバル人材の総合人材サービスというのを、目指しております。そしてこれ対象だいぶ広がりますよね。そうですね、マーケットは非常に大きくなっておりますので、まあ、そこをリーディングカンパニーを目指したいというふうに考えております。はい、はい、
で、次いきまして、今現在のですね、事業 の, 順あの業績についてなんですけれども、昨年度はですね、まだコロナの逆風がありましたので、はい、まだ外国人の方が日本に入ってこれないという中ではあったんですけれども、うん、やはりIT 人材の方の採用というのが非常に、今こう難しいと。そうですね、そういった足りないですもんね。はい、そういったニーズの高まりを受けてですね、前年も 2.2 倍の成長を遂げているんですけれども、今後そういった国策とかコロナの緩和といった市場の追い風はあるんですけれども、やはり自力でこのマーケットを獲得していくために重要なのは語学学習サービスであるというふうに考えておりまして、外国人の方に、より日本語をしっかり学んでいただいて、日本に来て活躍していただくであったり、またその受け入れる日本の企業も、自社がちゃんとグローバル化していく、日本人の方もしっかりと英語が話せるようになっていく、そういったことで日本の企業をですね、グローバル化していくといったことで、外国人の方も働きやすい環境とか出てきますので、そういった語学学習サービスがあるからこそ、当社はグローバル人材の総合人材サービスを目指せるといった強みを生かしてですね、この事業を伸ばしていきたいというふうに考えております。やはりこれからますますグローバル化が進むわけですから、そこのこうどうマッチングしていくかというのは非常に重要な分野ですよね。はい、はい、よくわかりました。それでは最後になりますけれども、鈴木社長から番組をご覧の投資家の皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。ビズメイツ株式会社の鈴木でございます。本日グロース市場に、上場させていただきまして、本当に感慨深いというところもありますし、また新しいですね、株主という投資家のお客様が新たなステークホルダーとして加わりましたので、これまでのお客様や社員の方々、いろんなステークホルダーの方に加えてですね、投資家の、方のご期待に応えられるように頑張っていきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。この時間は本日東証グロース市場に新規上場いたしましたビズメイツ株式会社、証券コード9345、代表取締役社長の鈴木信明さんにお話を伺いました。鈴木さん、改めてどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。